摂津市立味ジ小学校は大阪府摂津市にある公立小学校。明治時代初期に設置された小学校を起源とする。2008年に旧味ジ小学校と旧味ジ東小学校が統合した。統合後の校舎は旧味ジ東小学校校舎を使用している。学校のウェブサイトでは旧味ジ小学校開設時の1874年を 創立としている。1874年に、当時の島下郡阿下村、慶徳寺に、第三大学区第四中学区島、下郡第四小区二番小学校が開校した。その後東廃合を経て、1887年には、阿下寺田尋常小学校となっている。尋常家のみを設置し、高等家の児童は近隣の町村合同で設置された。 養成高等小学校へ通学した。1915年には現在のアジゼツスポーツセンターの地へと移転し、2008年まで同地で教育活動を行った。1936年4月15日に校舎が完成し、この日を創立記念日と位置づけている。アジゼツ国民学校の名称を経て、 1947年の学生改革により味絶村立味絶小学校となった。真下町の調整施行、合併による三島町の発足、摂津市の市政施行により、それぞれ名称を変更している。1950年代以降地域の人口の増加により、真下町立千里旧小学校、摂津市立摂津小学校、 津市立別府小学校がそれぞれ分離開校している。1974年には、味絶小学校の校区を分割し、現未絶小学校敷地に、津市立味ジ下東小学校を新設した。しかし、児童数の減少により統廃合が具体化し、2008年に味絶味ツ、下東の両小学校が統合し、現在地に、津市立味絶小学校を設置した。 元のアジゼツ小学校の跡地は2008年の東海合以来未絶スポーツセンターとして、体育館やグラウンドでのスポーツなどに利用されている。また、摂津市の農業振興会が毎年春に植木即売会を開催しており、花や鉢植えなど約1万点が並ぶ。他に災害時に4686人を収容できる一時避難場所に指定されている。ありがとうございます。